クイズで学ぶプロジェクトマネジメント第7問。問題文は映像を停止して読み進んでください。ではスタートします。かなり長い問題文になってしまいました。早速、解説に移りたいと思います。受注の場合ですね、発注者が発行する RFP リクエストフォープロポーザルと受注候補、何人か受注候補が何社か受注候補がありますけれどもが返答するプロポーザルのやり取りというのが行われますね。で、通常 RFP にプロジェクト作業範囲記述書相当の内容が書かれているんですね。で、不明点があれば質問したりして明確にしプロポーザルを返します。また受注した場合は契約書あるいはアグリーメントなどと言っておりますけれどももう書かれています。とにかく受注しろの声が大きくなるとこのプロセスがおざなりになり後々痛い目に遭いますよ。ここでちょっと、プロジェクト作業範囲記述書というのはどういうものか見ておきたいと思います。プロジェクト SOW と言ったりしますね。ステートメントオブワーク、プロジェクトが提供するプロダクトやサービス所算を記述した文書である。そこにはビジネスニーズ、ビジネス上の必要性、プロジェクトを実施したい目的、成果物スコープ記述書、何を作るのかを定義したもの、要件定義のようなものですね。この時点では細かい要件定義というのは無理でしょうね。それから、戦略計画、組織の戦略とプロジェクトの整合性などが書かれているものをプロジェクト作業範囲記述書と言います。で、これは誰が発行するのかっていう問題ですね。で、プロジェクトが組織内部の場合、プロジェクトイニシエーターやプロジェクトスポンサーが提供します。だからプロジェクトが組織外部の場合ですね。で、入札文書や契約書の一部として発注者から受け取るというものですね。はい、前に戻りましょう。で、問題文の中ではまだ受注した直後の話ですから、これは PM のあなたは堂々とA 社に作って提供してもらうっていう行動を取るべきですね。発注者側が本来提供すべきものなのですから。はい、ということでですね、正解は A 社に作って提供してもらうというのが正解になります。